やハロー、こんばんは。はい、現在4月26日22時44分です。はい、ただいまですね、こちらの風呂場から悪の花の、10話を見終えてですね、はい、ここから10時半にですね、もう配信始まっております。役ならマグカップも、4話ですね、これいきたいと思います。はい、それでは D アニメストアですね。はい、では自己紹介、僕のままじラジオ芸人浜と言います。一生瓶に乗ってジャグリングをしながらハーモニカ演奏してタンバリンを叩くというね、世界で唯一の技の持ち主でテレビには20本以上出ました。はい、出たテレビは全て説明文に書いてますんで、ぜひチェックしてみてください。たった一人の大道芸人と一生瓶トリプル H 回の物語、こちらの本の著者でもありますが、死ぬほど売れてません。現在40歳、芸歴14年半と6ヶ月目です。マジシャン、大道芸人、パフォーマーやってます。で、普段は、保育園、幼稚園、小学校、子ども会などで子どもたちにやればできる、これを伝えたくてですね、パフォーマーとして活動してましたけれども、去年の2月以降は、もうコロナの影響で事実上廃業状態が続いてまして、現在は貯蓄を切り崩して生活しています。で、3月終わり頃ですね、バルトゥーバーガーデンきっかけに本格的にアニメにハマりまして、この1年1ヶ月ほどで260作品を超えるアニメ映画を見てきまして、気づけばこのアニメリアク職人ということでね、リアクション配信してますけれども、死ぬほど再生されてないです。はい、でも負けません、諦めません。負けずにむちゃくちゃアニメ見てですね、ものすごい数の動画をアップしてますんで、ぜひとも応援よろしくお願いします。ただちょっとね、今は厳しい状況です。はい、なんで風呂場かというと、僕はですね、ここもともと一人で生活してた家なんですけれども、2017年の9月にですね、東京に住んでたおかんがですね、ちょっと向こうで住めなくなって我が家に来ました。で、今ワンルームでおかんと二人暮らし中なんで、今部屋でテレビ見とるんで、部屋から撮影しながらアニメ見ることが不可能です。はい、で、なので風呂場でやってますけども、冬はマイナス2度いきます。夏は、38度で超えてきます。さらに今緊急事態宣言中で、昨日から5月11までですね、うちのおかんの職場も休業となり、ずっと2人で一緒なんで、その中でこの要は厳しい条件の中でアニメ見て動画配信してますんで、もう非常に大変なんですけどもね、よかったら応援してください。はい、もう僕の詳しいことは全て説明文にありますんで、よかったらね、PV 再生してください。お願いします。はい、では行きましょう。役ならマグカップも第4話ですね。ディアニメスト。3、2、1、スタート。ちゃんと大事件が、なんか終わったな。あれかな、亡くなりはった奥さんが作ったやつとかかな。いや、先週は良かったですね。あのくくりみかとね、とうこ先輩の確執というか、どういうか、なんかそのちょっと先週の感想を出しますけれども、先週は、そうですね、3日間何もしてなかった、くくりみかに対してイラついてたトウコが、まあ、ついに切れちゃったと。でも、みかは遊んでるつもりはなかったってことでね。で、その後に、姫野がこう、お茶をトウコに入れた時に、なおことトウコに入れたってかな。あ、間違った。で、サンタのマグカップを出してきたときに、これは本、ミカが作ったんやと。すごい遊び心のあるマグカップやってことで、ほんまはこういう自由な発想を持ってるミカのことが羨ましいみたいなね、トーコは言って。ほんで、まあ仲直りしたと。で、国志郎はカレーをね、5種類からまあ完成させて、まあ、その自分のやってることで、人を笑顔にしたいっていうことで、なんかね、すげえ共感できたんですよね。僕も大道芸人であり、パフォーマーなんで。
なんかもう選手が証明、僕にとっては神回でした。さあ4話はどんな感じなんでしょうか。ほかした。ちょうど。茶漬け食いてぇ、茶漬けめっちゃ食いてぇ。娘からのね、手作りは嬉しいでしょう。もう6時のチャイム。梅干し。白が黒白じゃなくて、茶漬けめっちゃ食いたい。茶漬け食いて。
茶漬け食いたい。むっちゃ腹減るわこれ見せたら。ガンバルンバって久々に聞いたな。やっぱり、やっぱりか。お父ちゃん46歳か。購入しの時より怖い。またこれを高一の娘からもらうのもいいよね。鮭やろ鮭やろ、どう見ても。照れてんのかな、あげて。悔しかったんや。
向上心に火がついたね。全力でサポートするね。これからもよろしく。むちゃくちゃいい今回の話。むちゃくちゃ良かったぞこれ。すごいね、ほんまに高校に陶芸部あるんやな。想像つかへんな。へえ。昔の京都外大西みたいなもんか。4人だけなんや、マジでリアルやなこれ。地域性なんかな。テビデリ選手がやってたやつだ。テビデリ唇作ってるの。アイデンティティ、うまいことつけんな、アイデンティティ。
覗いてみよう。すごいなこれ、すごいな、普通にすごいなこれ。お、すごっ、すごいなこれ。8世紀、1300年前ってことか。今のすごいね、綺麗なマカロンみたい。タイル。今週も良かったわ。まあ、やっぱりなんとなくその割ってもた茶碗ね、あ、その姫奈さん、奥さん、亡くなった奥さんが作ったもんちゃうかなと思ったけど、その今のね、姫のと同い年の高一の時に作ったということでね、まあいろいろ感慨深いものがありますよね。そのでそして東子先輩が高一の時に焼いたという茶碗をものごっつ気に入ったと。で高一の姫奈が、まあ、作るってことでね。今回高一縛り良かったですね。お父さんはあれほんまに時四郎さんね、国四郎さんと思ったら時四郎さんね、ほんまにまだ嬉しかったんやろうけど、まあ、リアクションが違ったってことでね、東子さんの、
ものとはリアクションが違ったってことで悔し泣きか。テレビね出てたんか思ったら悔し泣きだったね。うまくなりたいですと。もう完全に響くユーフォニアム一気中にあのね、私のユーフォニアムの名シーンを思い出しましたね。うまくなりたいって宇治橋から叫ぶね、うん、あの秘密ね、そのなんか寝ずに姫らが頑張ってて授業中に寝てて先生がどう言ったんかな困り顔してた映画シーンがむっちゃなんかほんわかしましたけどね、うん、いやーいいですね。で東子先輩も全力でサポートするからっていう。で最後に画面その部屋が暗いからその姫野の表情がわからんかったのもなんか憎い演出だったかなと。その喜んでるのか、心配な顔しているのかどっちなのかなという感じでしたね。で多治見工業高校のリアル役者の陶芸部員の女の子たちすごかったですね。あんなできんねや。しかも1年で全国大会ってもう響くユーフォニアムなのかってさっき思ってね思いましたけども、うん、ちょっとすいませんね、すぐ響きに行っちゃうんで、はい、まあ、ということでですね、今回も非常に良かったです、うん、ミカの差し入れの仕方とか良かったですね。なんかドトールかなんかのなんか何あれタリーズかなんかのコーヒーね、ホップタにピチャってつけるやつね、ああ良かったですね、後ろから。はい、ということで悪の花10話からのほっこり役なのマグカップも4話でございました。はい、どうもありがとうございました。よろしければチャンネル登録をぜひともお願いします。来週も楽しみですね。それでは。